audiobook.jp と audible を徹底比較します。はい、こんにちは、八野です。今回は audiobook.jp そして audible ですね、2大オーディオブックサイトの徹底比較をしていきたいと思います。メニューはこんな感じですね。まずもういきなりね、私の結論を先にお話しします。でその後2大サービスを比較してそれぞれの特徴を解説します。で最後にまたね、選び方、まあ私の結論と違う人もいると思うので、まあ、こんな人にはこんな、タイプがおすすめですよといった感じでお話をしていこうと思います。はい、でまずですね、この動画の中で、audiobook.jp、ね、これはサービス名なので、このサービスと区別するためにオーディオブックという名前を使わずに、音本と、ね、いうことにします。聞く本のことをオーディオブックと言いますけれども、これを音本というふうに表現します。でオーディオブックといったら audiobook.jp のサービスの方を表しているというふうに理解していただくために、はい、あえてねこういうちょっと音本という言葉を使いますので、そこだけね注意してください。はい、でね、まずは先に、私の結論から申し上げますけれども、やっぱりねもうね併用がおすすめです。比較するんですけれども、結論としては、audiobook.jp と audible 両方を併用するのがねおすすめです。なぜかというと、やっぱりね私自身本が結構好きですし、たくさん読んだり、まあ、聞いたりするということで、まあ、私のようにたくさん本を読んだり、ね、する方は両方併用するのがおすすめですと。でこれからねその理由を話していきますけれども、まず一つ目の理由がですね、それぞれね audiobook.jp にしかない本、あるいは audible にしかないタイトルというものが、はい、それぞれあります。はい、こちらがその例なんですけども、例えばですね、このプロフェッショナルマネージャー、あのねユニクロの柳井さんが愛読しているということで、ね、カバーとかも柳井さんが載ってたりすると思うんですけども、こちらの本の音本ですね、これがオーディブルには存在しません。なのでこれを、音本として聞きたい場合はオーディブルで購入するしかないという感じです。はい、あとはねエッセンシャル思考ということで、こちらも結構ベストセラーだと思うんですけども、これもオーディブル .jp にしかないので、ね、もしこれを音で聞きたいという方はオーディブルで、購入するしかないと。で逆に言うとオーディブルにしかない本というのもありますね。今話題の、ジェームズ・クリアー式ふくりで伸びる一つの習慣という本ですね。こちらも、音で聞きたいとなるとオーディブルで購入するしかないと。あとはねこちらも、ベストセラーですね、反応しない練習というね、こちらの本も同じように audiobook.jp では購入できないので、はい、それぞれね、まあ得意分野っていうかラインナップが違うというのは、まあねそれぞれの特徴だと思います。で逆にですね、audiobook.jp にも audible にもないタイトルっていうのも存在します。でね、このビジョナリーカンパニーシリーズですね、私はぜひねこれを音本にしてほしかったんですけれども、今現在ですね2021年時点ではまだどちらにも、音本としてできてないので、ぜひねここはね、音本にしてほしいんですけれども、まあ、こういうものはね本当に活字で読むしかないのかなと思います。はい、で2つ目ですね、やっぱりですね著者を気にせずたくさんの本を読みたいというね方はですね、 audiobook.jp の、聞き放題ですね、こちらがやっぱりよろしいんじゃないかと思います。はいね、私もすごく多読乱読する人なので、読み放題はやっぱり嬉しいですね。で2ヶ月くらい、もう経ってるんですけども、2ヶ月の間にね、もしこれ定価で買っていたらということで金額が出るんですけれども、94,521円分の本を、まあ、読み放題で読みましたとね。だから読み放題、あ、聞き放題ですね、聞き放題プランなら本当にねどんなに聞いても月額料金変わらないので、まあこれだけ聞いても880円で、済んでしまうということなので、まあこれくらいね乱読、多読する人であれば、はい、ぜひね audiobook.jp の聞き放題プランを、契約するのがいいんじゃないかと思います。はい、そして3つ目ですね、本をたくさん読む方であれば880円、 audiobook.jp の880円と audible の1500円ですね、これ月々かかります。
で足して2380円なんですけれども、これでも全然安いと思うんじゃないかと思いますね。書籍自体だいたい1500円から3000円くらいかかると思うので、まあ月に1冊2冊以上買ってる方であれば、この料金で結構なね、本を聞くことができますと、ね、どうしても紙が欲しい、ね、紙の方が絶対いいんだという方は、まあ、おすすめしませんけれども、やっぱりね、耳からでも目からでも、どちらからでも情報を得たいよという人であれば、ね、書籍に多分1500円から3000円くらい毎月払っているような人であれば、まあ、2380円で、ね、多分数万円分の元は余裕で取れるんじゃないかと思いますので、まあ、私はね、全然この金額であれば安いなと思いました。はい。なので、この金額がね、安いと感じる方は、ぜひですね、併用していただくのがいいんじゃないかと思います。はい。で、私のね、併用の方法をちょっとね、簡単にお知らせしますと、まあ、基本はね、audiobook.jp で聞き放題で聞きますと。で、やっぱりね、audiobook.jp の聞き放題にないものを、ね、結構やっぱりね、こういった有名どころ、ベストセラーどころは聞き放題じゃなかったりするものがありますので、まあ、こういったものは、個別に購入して聞くことになるのかなと。ただ個別に購入するときもね、ちょっとね、値段が高いので、例えばですね、このファクトフルネスであると1980円するんですけれども、オーディブルのプランだと月額1500円で、購入できるのでね、コイン制を取っているので、1980円だろうが、まあ、3000円くらいだろうが、全部1500円で聞けるということなので、まあ、こういう、ね、単品購入しなければいけないもので、かつ、ね、1500円以上のものがあれば、オーディブルの方で聞くというふうに使い分けをしています。はい。ね、ぜひね、こういう使い分けしていただけるといいんじゃないかと思います。はい。そして、ここから2大サービスの比較に入っていきたいと思います。まずね、表で比較してみました。左側に audiobook.jp、右側に audible です。で、ラインナップ、まず2021年時点ですね、audiobook.jp は2万7000ほどあるということです。で、audible の方なんですけども、こちらもまあ1万8000点ということで、まあ、数だけ見ると、ちょっとね、audible少ないのかなと思いますけれども、私がね、2ヶ月使った感じで言うと、まあ、それほど差異はないのかなと思います。一方ですね、audible、やっぱり、Amazon なので、全世界展開してますので、要所も含めると40万点ということなので、もしね、英語が読める方であれば、全然 audible の方が、はい、40万点ということで、比較にならない数字になってしまいますね。まあ、日本語の書籍で言うと、まあ、これだけなので、まあ、ほとんどでも、私が、利用している限りでは、そんなにその、ね、量の差、ボリュームの差っていうのは感じてません。それぞれね、ラインナップないものがあったりしますので、はい、ここはまあ、同じくらいじゃないかと考えていただければいいと思います。で、料金プランですけれども、ちょっとね、料金プランも結構違いますね。audible.jp の方は、聞き放題で880円と。ただね、聞き放題と言いつつ、この2万7000点全部が聞き放題じゃないので、そこはね、あらかじめ注意していただいた方がいいと思います。結構やっぱりベストセラー書籍とかは、有料で、ね、個別で単品購入しないと聞けないということになっています。一方で、オーディブルの方は、月額1500円払えば、ね、どんな金額のものでも、この1500円の中で、はい、聞けるというところがポイントだと思います。で、audiobook.jp の方、月額会員プランっていうのもあるんですけども、こちらはちょっとね、システムがややこしいので、今回はね、この動画の中では触れないので、もしね、月額会員プランのことを知りたいという方はね、audiobook.jp のウェブサイトの方で調べていただければと思います。はい。で、それぞれ無料体験を用意していまして、audiobook.jp は2週間と、ね、一方で audible は1ヶ月ということなので、はい、このね、無料体験を、まあ、使ってみて、どちらがいいか比較していただければいいのかなと思います。ただですね、月とか季節によって結構キャンペーンをやってまして、私もね、2ヶ月キャンペーンっていうのが秋にあったので、2ヶ月間無料で体験しました。オーディブルの方もですね、通常1ヶ月なんですけど、まあ、2ヶ月とか3ヶ月のキャンペーンがあったりしますと。で、Amazon のプライム会員向けだと、この3ヶ月キャンペーンがしょっちゅうやってるという噂もね、聞きますので、はい。まあ、ぜひね、まずは無料体験してもらって、使い勝手とか、本のラインナップとか確認していただくのがいいのかなと思います。
で、ここからシステムなんですけど、まずね、聞き放題プラン、audiobook.jp の聞き放題プランなんですけれども、聞き放題プラン2万7000点すべてではなくて、聞き放題対象の本というのがあって、それだけ聞き放題になりますよと。で、聞き放題対象のもの以外は、有料ですと。単品購入する必要がありますと。ね、はい。なので、まあ、単品購入してもらって、ただね、ちょっと違うのは、単品購入したデータっていうのは、MP3 のファイル形式でダウンロードすることができます。ね、一方で、聞き放題プランの書籍ですね、購入してない聞き放題プランのものは、ダウンロードができませんと。だから、MP3 方式のデータで欲しいという人は、聞き放題だろうが何だろうが、単品購入しないとデータでダウンロードすることはできませんと、ね、いうことになります。はい、で一方で、オーディブルのシステムなんですけれども、ちょっとね、特徴的で、ワンコイン方式というものになっています。毎月ですね、月初めにワンコインが付与されて、このワンコインで、金額に関わらず、ね、一冊の音本を購入できますと、はい、いうことになります。そしてですね、まあ後で詳しく解説しますけれども、コインの返品ということが可能で、この返品システムが結構ね、人によって使い勝手がいいのか悪いのかっていうね、判断はありますけれども、私的にはこの返品機能っていうのをうまく使えれば、ね、それなりにね、利用価値はあるんじゃないかと考えています。はい。で、基本的には単品購入していくっていう感じで、まあ、ワンコインで足りない方はね、まあ、追加で購入することもできますし、追加でコインを買うということもできますので、そちらはね、また別途後半でお伝えしていきたいと思います。はい、そして大会後のね、どうなるのというところが気になるんですけれども、まず audiobook.jp の方、大会後は聞き放題の対象は聞けなくなります。ね、やっぱり会員向けのサービスなので、会員を辞めると聞き放題っていうのは聞けなくなりますと。ただですね、購入したデータは MP3 でダウンロードできますので、ね、まあ大会した後でも、まあこれはもう入会大会に関係なく MP3 でダウンロードすればいつでも聞けると、まあ、そういうことになりますね。はい、一方のオーディブルですけれども、大会してもアプリからそのまま聞けますと、ね、いうことなので、はい、ここは特にね、あまり気にせず、まあ、会員になってると会員価格で書籍を購入できるというメリットはあるんですけれども、会員を辞めてしまってもアプリを残しておけばそのアプリから聞けるということになります。まあ、購入した、ね、コインで購入したものに限りますけれども、はい、購入したものであればアプリで聞けますと。はい、で注意点なんですけれども、ね、先ほども申しましたけれども、まあ、聞き放題対象のものはスマホのアプリでの再生可能ということになります。パソコンからは聞けません。基本的にはね、MP3 でダウンロードしたものは、まあ、MP3 プレイヤーで再生すれば聞けるんですけれども、聞き放題対象というものはスマホのアプリでのみ再生可能なので、パソコンではね、聞き放題対象の本聞けませんので、そこはね、あらかじめ、認識しておかないといけないかなと思います。はい、でオーディブルの方なんですけれども、こちらは、購入ダウンロードデータはアプリでのみ再生可能になっています。でパソコンからも専用のアプリが開くので、はい、そのアプリで聞くということは可能です。はい、じゃあですね、それぞれの特徴を解説していきたいと思います。はい、まずはね、audiobook.jp の特徴ですけれども、1つ目、聞き放題対象が約1万点ありますと、ね、この聞き放題対象であれば、ね、月額料金内で聞けますと。ただですね、やっぱり話題作とかベストセラーの作品は聞き放題対象でないものが多いイメージがあります。はい、こんな感じですね。はい、で私がまあ約60日くらいね使って、まあ、9万4000円と、まあ、読みすぎだろっていうツッコミがあるかもしれないですけども、やっぱりね、結構本当に耳で聞くので、もう本当に、なんていうんですかね、仕事以外はもう耳にイヤホンつけて聞きっぱなしみたいな感じで、はい、聞いています。はい、で、まあ、こういった感じでね、
聞き放題じゃないものも結構ありますので、ね、全部が全部聞き放題になってるとは限らないので、そこだけねやっぱり注意していただければと思います。はい、そして、オーディブルよりも、個別の、ね、商品の価格の設定が低めというところはポイントかなと思います。はい、こちらね、嫌われる勇気という書籍があって、それぞれ音本になってるんですけれども、上が audiobook.jp ですね、定価が1650円ですと。で、下がオーディブルなんですけれども、定価が3000円ですと。ただね、会員になってると3割引きで購入できるので、まあ、2100円に割引されていますと、ね、ただ割引された後でも audiobook.jp の方が若干ね安いですよと。で、もう一つですね、これギブアンドテイクという書籍なんですけれども、こちらは結構ね、オーディオブックドット JP でも2750円と高めなんですけれども、オーディブルだとこちらが、3500円と。ただ会員だと3割引きなので2450円ということでね、まあ会員であればオーディブルの方がね安い商品もありますと。まあでも全体的にやっぱりオーディオブックドット JP の方が安めに設定されている印象があります。はい、そして3つ目ですね、audiobook.jp ですね、ほぼ毎日だいたい40冊くらいが 50% オフでセールされています。で、結構私もね、購入した後で 50% オフになっていてがっかりした、ね、書籍が1冊あるんですけど、まあしょうがないですね。はい、ということで、まあどの作品が 50% オフになるかは本当にわからない、まあ、お楽しみなんですけれども、ね、これをあらかじめ、ね、覚えておくと、まあ、欲しいものがあったら 50% になった時に買おうっていうね、頭が働くと思いますので、これはね本当に あらかじめ理解しておいた方がいいと思います。で、こんな感じで毎ほぼ毎日ですね、50% オフで作品が出てきますので、はい、こんな斜線が引いてあって半額になっています。なのでね、こういうね 50% オフで、まあ、安く購入するというのもオーディオブックドット JP のポイントかなと思います。はい。で、4つ目、ほぼ毎週300ポイントが付与されますということなんですけれども、これがですね、本当に私にまあ2ヶ月ちょっと使ってるんですけれども、月4回ですね、毎週とは限らないんですけれども、月4回なので、まあ、ほぼ毎週という感じで300ポイント無料で、300円ね付与されますと。で、これタイミング次第でこうポイントが重なる瞬間っていうのがあるんですよ。なので、ポイント、先週分のポイントと今週分のポイントで600ポイント600円分ですねとか、たまたまですね3週分のポイントがたまった時が一度だけありまして、900ポイントたまったんですね。そこでまあね、900円までの書籍を、まあ、ポイントだけで購入できると、無料だけで購入できるということも実際に起こり得ました、私の場合ね。はい、で、こちらがねポイントの獲得履歴ということなんですけれども、まあね、日付結構バラバラなんですけれども、まあ、10月に4回、あと11月にもね、4回っていう形で、ほぼ毎週かなと、まあ、月4回っていう方がいいんですかね。はい。で、こちらがたまたまなんですけれども、ここですね、10月の26、27、29とね、4日間のうちに300ポイント3回ね、付与されましたと。で、最短の有効期限が10月31日までなので、10月31日まで、29日から10月31日までですね、ポイントだけで900ポイントね溜まっていたという時期がありました。で、ちょうどその時ね欲しい商品があったので、まあ、885円する書籍なんですけれども、これがちょうど半額、 50% オフで半額になっていたので、はい、半額とこの無料のポイント900ポイントを使って決済して0円で購入できましたと、ね。まあ、こういうのもね、まあ、本当にタイミングだと思いますけれども、たまたま欲しい書籍が、ね、あったんで、まあ、こういうことができましたけれども、まあ、こういうのもゼロではないのかなということで、はい、結構ねこういう楽しみもありますと。はい、そして5番目ですね、これ個人的に私オーディオブックドット JP 始めてたのが、聞く日経を聞きたくてね、オーディオブック .jp にたどり着いたっていう経緯があるので、ちょっとね、まあ
私的なおすすめにはなってしまうんですけれども、これが、無料で聞けますというお話ですね。はい、で聞く日経、ポッドキャストで配信されていまして、ポッドキャストで契約すると月550円かかってしまうんですよね。でもですね、オーディオブックドット JP の聞き放題会員になると、これがオーディオブックとしてね、あの聞くことがね、聞き放題対象になっていて、聞くことができますので、単品でね、聞く日経550円払うよりは、オーディオブックドット JP の会員になって聞き放題でこれを聞くという方がお得なんじゃないかなと思います。ただね、ちょっと注意点がありますのでね、これよく理解しておいていただいた方がいいかなと思います。オーディオブックドット JP の中に2つのルートがあるんですよ。こちらはポッドキャストですね。オーディオブックJP の中のポッドキャストで契約しようとすると別料金取られてしまいますので、必ずオーディオブック .jp の聞き放題の、音本として、聞き放題のダウンロードをしてください、ね、この定期購読しちゃうとプラス550円かかってしまうので、聞き放題対象の作品としてダウンロードしないと別料金がかかってしまうのでね、ここだけ注意していただければと思います。はい、そして最後ですね、聞き放題のポッドキャストということで、はい、こういったねポッドキャストが、聞き放題で聞けますと。で結構東洋経済とか、あと日本経済新聞とか文化放送とか、そういうニュース系のポッドキャストが結構多めかなと思います。どちらかというとね、ビジネスマン向きなのかなっていう気はします。はい、といった感じで、6つのね、特徴を紹介しました。はい、でここからはオーディブルの方の特徴をお知らせしていきます。まず1つ目ですね、毎月ワンコイン付与されますと。でこのワンコインで、金額に関係なく1冊どれでも購入可能です。はい、でこんなね、いろんなタイトルでありますけれども、もう値段に関係なく、もう1冊どれでも、ワンコインで交換できますと。でコインは毎月、ね、ワンコインずつ付与されますので、毎月1冊は、ね、どれか購入できますと。はい、そして、プレゼントとして毎月1冊分のボーナスタイトルがもらえますと。でこちらは選ぶことはできないんですけれども、オーディブル側が選んだ書籍ですね、毎月変わりますけれども、それを、無料でね、ダウンロードできますということですね。なので、選べないという不便はありますので、もともとね無料でボーナスでもらえるものなので、逆にねこう人からねこう教えてもらったものの方が、自分が選ぶ本とは違って新しいね発見があったりするので、そういうふうに楽しめる人にはね嬉しいサービスかなと思います。はい、そして3番目ですね、聞き放題のポッドキャストということで、はい、ポッドキャストがちょっとね個性的ですね。こう松本人志さんとか、あとはね DMM の亀山会長のポッドキャストとか、あとはニュースピックスとかね聞けるので、ちょっとねオーディオブックドット JP よりはこうラフな感じのポッドキャストが結構揃っているなという印象なので、こういうねポッドキャストに魅力を感じた方はオーディブルがいいんじゃないかと思います。はい、でオーディブルもですね750円均一セールというのがたまにありますね。オーディオブックドット JP ほどしょっちゅうセールをやってるわけではないんですけれども、結構ねセールたまにありますので、やっぱりね欲しい商品あったりしたら、そういうセールを狙って安く買うというのも手段かなと思います。はい、そして5番目ですね、返品機能についてなんですけれども、これがね結構なんていうんですかね、使いようによっては、使える機能になります。ただですね特典の趣旨をきちんと理解して利用してくださいというふうにね、オーディブルのサイトの方にも書かれていますので、あんまりね乱用するとちょっとね問題になるかと思いますので、皆さんのその常識の範囲内で使ってくださいということになります。じゃあどういうことかというと、毎月ねワンコイン必ず付与されますと。でこのワンコインでどれでも、ね、好きな音本購入できるんですけれども、たまたま購入した音本が、良くなかったと、ね、例えばこう声優さんの声が苦手だったと、
ね、まあ、そういった理由で、返品することが可能ですと。これすごいサービスですよね。ね、もう本見た後で、ね、読んだ後で、返品できますというね、そういうサービスになってしまうので、かなりすごいサービスかなとは思うんですけれども、まあ一応ね、オーディブル公式で、まあ、こういうサービスを提供しているので、まあね、常識の範囲内で使ってくださいと。で、結構ね、ウェブサイトのレビューを見ると、まあ人にはよると思うんですけれども、まあ、3回から9回くらいまでね、多い人で返品できたという情報もありますので、まあね、それぞれ人によって差はあると思うんですけれども、まあ、3回くらいでしたら返品してもいいのかなというふうにね、考えてもいいのかなと。まあね、皆さんのその常識にお任せしますけれども、まあ、そうすると、まあ、1500円で、3回返品したとすると、まあ、4冊聞けるということになると思うので、ね、それは結構ね、効率的なんじゃないかと思います。ただね、返品するとその書籍は聞けなくなるので、ね、どうしても音データとしてアプリの中に残しておきたいという人はですね、返品しない方がいいと思います、ね、もう一回聞けばいいよっていう人は、まあ、こういう返品機能を使って、まあ、何種類かたくさんの、ね、本を読むということもできないことはないと思いますので、ここはね、皆さんの常識の範囲の中でやっていただければと思います。はい、でね、でここにもオーディブルのこれ公式のヘルプなんですけども、タイトルの返品はできますかということで、ね、365日以内であれば返品が可能ですと、ね、いうことで、ただね、ここで赤字で書いてありますね、短期間における過度の返品など本特典の趣旨から外れた利用はご遠慮くださいということなので、あまりね、何度も何度も返品するような方だと、まあね、返品がストップされてしまうこともあるということなので、ここはね、やっぱり皆さんの常識の範囲の中でやっていただければいいのかなと思います。はい、そして6番目ですね、オーディブル会員は全タイトル 30% オフですということです。はい、でこちらがね、非会員の方の場合ですね、結構ね、4500円とか3000円とかね、書籍の音っていうのは高いんですよね。ただ会員でいる限りは全部 30% オフで買えるということなので、ね、まあ会員を続けるには毎月1500円払わなきゃいけないんですけれども、まあ1500円でコインをもらって、そのコインで購入する方がね、会員価格で買うよりは安いのでね、まあ月1冊以上はね、こういう本を読みたいという方は1500円でも安いんじゃないかなと私は思います。はい、そして7番目、単品購入よりも追加コインでの購入がお得ですというお話をします。はい、でコインはね、追加で買えますかということで、追加で買えます。ただし会員登録してから1ヶ月以上経たないとね、この追加コインっていうのが買えません。でさらに追加コインは3コイン単位で買えますと。1コインだけ欲しいということで1コインを買うことはできません、ね、必ず3個セットで、買う必要がありますと、ね、なので3600円払って、3コインを購入すると、ね、1200円で1コインを買うということはできないので、ここだけね、注意していただければと思います。はい、じゃあね、どういうふうに使うかというと、例えばこの3冊が欲しいですよといった場合に、まあ、会員価格でね、3150円、2100円、2100円という金額でこの3冊購入するよりは、追加コインを3600円で購入して、でコインでね、これを買った方が安くね、買えますよということなので、データとしてアプリの中にね、残しておきたいっていう方は、こういうね、追加コインを購入して、それぞれの書籍をコインで購入する方が、まあ、安く買えますよというね、ことになります。はい、ということでね、ここからは選び方ですね、紹介していきたいと思います。audiobook.jp 聞き放題にすべき人、どんな人かというと、まずはですね、聞く日経を聞きたい方ですね。私もね、一番最初のきっかけは聞く日経を探していて、まあ、audiobook.jp を知ったという経緯がありますので、結構ね、聞く日経だけ聞きたいという方いらっしゃるんじゃないかと思います。で、ただですね、
ポッドキャストですでにね契約している方、ぜひですね乗り換えも検討していただけるといいのかなと思います。ポッドキャストで単体で契約すると月550円かかりますとね。一方で audiobook.jp ですね、年間契約だと、まあ、1年間分7500円かかるんですけれども、これ12ヶ月で割ると625円ですとね、月々625円ね、聞く日経550円払ってるものにプラス75円足せばね、聞く日経が聞けて、あとは書籍の読み放題もね聞けるということで、だったらですねやっぱりポッドキャストを単体で契約してるよりはオーディオブックに切り替えた方が私はお得なんじゃないかと思いますね。まあ、こういう人はオーディオブック .jp に、ね、選んでいただければいいのかなと思います。あとはやっぱりですね読み放題ですね、著者を気にせずにとにかくたくさん聞きたい方ですね、はい、こういった方はやっぱり1万冊ね読み放題聞き放題になるので、まあ、こういった方にはオーディオブック .jp がいいんじゃないかと思います。はい、逆にですねオーディブルにすべき人どんな人かっていうと、まずですねスマホを持っていない方ですね。はい、オーディオブック .jp 基本的にスマホのアプリで聞くようになっています。特にね聞き放題プランの場合、聞き放題の作品っていうのはスマホのアプリじゃないと聞けなくなっています。パソコンだけだと聞けません。パソコンで聞くには購入して MP3 データとしてダウンロードして聞くしかないので、ね、もし、ね、スマホを持っていないという方、もしかしたらねまだあのガラケーしか持ってないんだよとかいう方いらっしゃるかもしれないので、まあ、そういう人が、オーディブルを契約してください。オーディブルであれば、パソコンのアプリで聞けます。はい、であとはね、ポッドキャストを紹介しましたけれども、こういったね方たちの、コンテンツのポッドキャストを聞きたい方はオーディブルにすべきかなと思います。はい、でここからタイプ別のおすすめを紹介します。まずはですね私がね、何回も押してますけれども、やっぱ併用するのが一番いいのかなと思います。ね、audiobook.jp の聞き放題プラスオーディブルっていうのが一番こう漏れなくねカバーできる聞き方かなと思います。で私もそうなんですけど、毎月ね10冊以上読書する習慣のある方であれば、まあ両方契約しても全然お得だと思います。で特にね多読とか乱読する方は audiobook.jp の聞き放題プラン、これ絶対マストだと思います。あとはビジネスマンとか、あとは管理職以上の方、もしくは管理職を目指している方というのは、やっぱりね、情報が大事ですので、まあ、こういった audiobook.jp とか audible ね、両方契約していただいて、情報を漏れなくね、入手するのがいいんじゃないかと思います。あとはね、どちらがいいか迷う方、ね、もうそんなにね、負担じゃないと私は思うので、もういっそのこと両方契約するのがやっぱり一番ね、迷いがあるんであれば、迷ってるくらいだったらもうね、契約両方契約しちゃうのがいいと思います。たかだか2380円なのでね、はい、書籍1冊2冊買う程度の金額で何十冊も聞けるということなので、やっぱりね私的には併用がおすすめかなと思います。はい、でここからは省エネ併用ですね。やっぱり2380円出すのもちょっとはばかれるとね、少しでも安くしたいという方に、まあ、こういうのはどうですかという提案になりますけれども、まずオーディブルを月額契約してね、オーディオブック .jp はまず会員登録しますと。で会員登録して無料期間が終わった後ね、定期購読を解約しますと。ただ、オーディオブックの会員ではいますとね、月額、契約を外すということなので、読み放題とか読めなくなるんですけれども、個別で購入することは可能ですという状態にしておきます。で、やっぱりね、オーディオブルに LINE のアップのない音本っていうのがね、いくつかありますので、そういったものをオーディオブック .jp で購入するというやり方ですね。これであれば、毎月1500円に収めることができますと。はい、でもう一方の省エネ併用ですね、さらに安くしたいとね、月額880円で抑えたいという人は audiobook.jp の聞き放題を契約して継続してくださいとね。で、audiobook.jp にないタイトルがあったら、まあ、audible で購入するとね。
ただオーディブルで購入するときはね、オーディブルの単品結構高いので、まあ、そこも加味してですね、やっぱり3500円とか4500円取られるくらいだったら、ね、3ヶ月とかオーディブルの方契約してコインで買った方が安いというふうにもなるので、なんかそういうふうに考えていくとやっぱりね、両方もう契約しちゃった方が早いかなっていうのが私なりの結論です。はい、ということで、最後になりますけれども、結構ですね、audiobook.jp と audible どっちがいいのかなということで、私もね、かなりね、迷いました。で、迷って、まあね、迷ってから無料体験してみたんですけれども、結構無料体験してみるとやっぱりね、それぞれの良さっていうのが、分かってきます。で、分かった上でね、まあいまいちだったらやめようかなと思ってたんですけれども、まあ、結果的にはですね、まあ、両方ともね、契約続ける方が情報量としてはたくさんね、情報を得られるということで、私はね、両方契約することにしました。私の場合はですね、もともと聞く日記が聞きたかったということで audiobook.jp を選びましたと。で、しかもね、あまり著作とかは気にせずに、とにかくいろんな本を読みたいということだったので聞き放題プランを選びましたと。ただですね、やっぱりラインナップにない音本というのがあって、オーディブルでしか購入できないものもあるということで、やっぱりね、両方に登録することにしました。でね、結果的にまあ2380円なんですけれども、まあ大体ね、本1冊分で月に数十冊分聞けるので、全然ね、安いと思っています。はい、ということでね、多分皆さんね、この動画見ている時点でかなり迷ってる人かなと思うんですけれども、もう迷ってるくらいだったら、やっぱりね、まずは無料で使ってみるね、で、使ってみてそれから判断するのがいいんじゃないかと思います。私もね、使ってみてやっと分かったっていう感じなので、はい、ぜひね、無料で使ってみるということをお勧めしたいと思います。概要欄にね、無料体験の URL 載せておきますので、こちらから、無料体験やってみてください。